はい、こんにちは、中地です。続きやっていきます。ちょっとね、前回撮った動画がね、ボス戦で訪れしてて、ちょっとビビっておりますが 次に行きましょう。最後ですね、都市の航海に向かいます。アーチェリー場に行きましょうか。さあ、アーチェリー場にやってまいりました。場所は上の方かな。ちょっとまた訪れしたらやだな。動画ね、作ってる時はずれてないのに書き出すと絶対ずれちゃって、ちょっとあんまりため撮りしないようにやっていこうかな。では行きます。はい、狩人の道。さあ行きましょう。都市の愛を手に入れて、さらに HP が伸びてるからね、もう怖いものなんてないんじゃないか。はい、うわ、すげえ、走れ。うわ、今やばそうだったな。後ろにもダッシュ。えいえい、叩いてます。123よけて、123、これで123って言いながらやることによってずれてるかどうかを 判断します。えいえい、 OK。 よいしょよいしょ、ジャンプしてます、ジャンプしてます。バッツボタン、バッツボタン ちょっとね、確認させてください、ずれてないか。後半になるとずれる気すんだよな。おお、見たことないラインが走ってる。触ってみようか。あっ、いて、なるほどね、罠っぽい感じかな。ダッシュで出れたね。これジャンプで避ければ反応しない。どっちだ、これは迷子になるやつか。あ、ロッドドラゴン出せるとこがあるね。えい、えい、ここまで持ってきてくれ。敵だ。早速ロッドで戦いましょう。痛い。やってくれたな。えい、敵の攻撃を、痛い。てかこれ HP 伸びたけど敵の攻撃も痛い気すんだよな。ドンドンドン、かかって気にしない。あ、ちょっと痛いです。ちょっとロット待ってて よいしょ、縦軸。はい、避けて、ロットハンマー、ドン。いいよ。広い。うわー、広いな。もういきなり？都市の航海は近いね。回復がでもめちゃくちゃあるよ。そんなにむずいんすか？瞑想できそうな場所。これワープゾーンだね。
あんまり落ちないんだね。はい、この距離はさすがに落ちる。 OK、 こっち。ちょっと右スティックがね、若干勝手に下に降りるんだよね。インタラクト、ちょっとボス戦まですぐだったね。めちゃくちゃ俊敏なんだけど。あ、ここサムネっぽいね。うわー、弓矢だ。遠距離か。いざ尋常に狩人。めちゃくちゃ動くじゃん。避ける。これどうすんだろう。これが正解。あ、降りてきた、降りてきた。えい、狩人だからこの罠があるのか。危ない。うわ、かっこいい。ちょっと待って。うわー、これ動きがむずいタイプだ。今までにないリズム感。ほら、ロッドハンマー、離れろ。 OK、 ダッシュ。 OK、撃て。いいよいいよ、溜めて撃つ。ドン、下がれ。うん、避ける。うん、避けて避けて。あ、あ、死に申した。回復の勇気が足りてませんでしたね。割と簡単にいけるかなと思ったけど、ダメだった。すっ、はい、降りてこい、降りてこい。はや、あー、すごいすごいすごい。そんなの見たことないっす。危ない。撃て撃て、いっぱい撃ってくる。 OK、 うわ、押し込みスローも使いましょうね。全然降りてこない。ずるいぞ。木の後ろに隠れるな。えいえい、これはちょっとダッシュか。違う、スキルを使って落とさないとダメかな。すーごいぐるぐるしてる。おら、押してこい。いよいよ強攻撃、強攻撃。後ろ下がる。上から降ってくるよ。はいはいはい。あ、違う違う、撃って。うわ、楽しいな遠距離も。ダッシュ。 OK、 強攻撃。ちょっと待って、下がれ。落ちろ。 OK、 いて。
ッケーオッケー、ちょっと回復しちゃおうかな、怖いから。あ、キー折れた、キー折れた、ダッシュだこれ。はい、やばい、空中にいるとき無防備になるな。ちょっと待って、あ、おもろ、弓矢を使った戦闘も楽しいよね。スッスッ、突っ込んでくるか、せーの、はいはいはい、大丈夫だ、近づけ。あの地上で攻撃してくるパターンがね、わからんからもう地上に来ないでほしい。避ける、撃つ、くそ、おもろ、これスピリット領域の戦闘なんかめちゃくちゃ楽しいな。いや、どのボスも楽しかったんだけど、楽しかったんだけど、ロッドハンマー下がれ、来るぞ、避けて避けて避けて、ちょっと死んじゃう、ダッシュダッシュして回復、オッケー、スッスッ、わあ避けるね、それは普通のやつね。ちょっと待って、違うよ、当たれ、オッケー、ちょっと高いよそれ、あ、位置が高い、君ずるずる、それんダッシュ、いいよ、うまいうまい、あー避けろ、あぶねー、 OK、回復はね、もうないはず、いっぱいあった気もしたんだけど、1、2、大丈夫だ、これチャンス、いけるぞ、いけるいけるいける、これでロッドハンマー、えい、あとちょっと、避ける、避ける、撃つ撃つ、えい、ふう、レリックをいただきましょう。いやー、なんか同じ感じのボスがいなくておもろいなー、マジで。なんかもう最近はおもろいしか言ってない気がするというか、始まってからずっとおもろいしか言ってないけど、レリックを使って都市を解放させる、怒り、くさび、読めない、怒りではないか、ちょっとわかんないっす、あざっす。カリウドのマスクが手に入りました。おじいちゃん、我々の村ができるずっと前からあった。未来の世代が自然のバランスを理解できるように作られた古代の人々の教えだ。我々がその意味を理解した時はもう手遅れだった。瞑想します、さらなる HP。 うわ、なげー、倍はあるよね、もう最初のめちゃくちゃ伸びたね。ここもあれだ、夜を感じることができますね。集中していますということで、次に行きましょうか。ついにレリックを3つ揃えたので、
都市の解放に迎える状態になりましたね。ちょっとこの森すらーっと眺めながら一旦帰ります。あの奥の方にハロウィンチェストじゃない、あれハロウィンチェスト発見双眼鏡のように使っちゃってるけど、呪いかな、呪いだね。時間切れ前に倒せと。痛い、はい、49秒か、えい、結構大変だった。あ、コウモリバット、いいね、よしよし。あ、うわ、ありそうありそうありそう。インタラクソ、They seem to depict a more violent nature, glorifying the hunt. 過去のレリックを見つけたよ。仮面を使う。ルスさんだ。逆側に戻ってまいりました。入り口に。あぶね。ここだ。都市を解放する。いざ行かん。